アンドレス・ニコラス・ダ・アレッサンドロは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。クラブ・ナシオナルデ・フットボール所属。元アルゼンチン代表。ポジションはミッドフィールダー。1998年に CA リーベルプレートでデビューし、2003年にはリーベル史上最高額の900万ユーロの遺跡金で、ドイツの VFL ・ボルフスブルクに移籍した。 2005年9月21日のハノーファー96戦で、ボルフスブルクの通算4000点目を決めた。ブンデスリーガでは61試合に出場して8得点18、アシストを上げたものの、チームプレーを重視するクラウス・アウゲンターラー監督の方針と合わず、2006年1月、イングランドのポーツマス FC にレンタル移籍した。4月17日、イースターマンデーに行われた。 チャールトンアスレティック FC 戦で初得点した。6月17日、スペインのレアルサラゴサにレンタル移籍した。2007年6月にはサラゴサに完全移籍した。2008年、リーベル時代のオンシュラモンディアス率いる c a んロレンソであるマグロにレンタル移籍した。しかしディアスがサンロレンソを離れると、自身はブラジルの SC。 インテルナシオナウに移籍した。2009年7月14日、コパド・ブラジル決勝の SC コリンチャンス・パウリスタ戦で、相手 DF ・ウィリアムに襲いかかって、乱闘騒ぎを起こす引き金となり、13試合の出場停止処分が下された。2009から10シーズンは、安定した活躍でクラブをコパ・リベルタ・ドーレス優勝へ導いた。FIFA クラブワールドカップでは準決勝で TP。 マゼンベに敗れたものの、翌年1月11日に、ダレッサンドロは南米年間最優秀選手に選出された。2016年2月4日、リーベルへローンで復帰することが発表された。同年末までプレーし、レギュラーとしてタイトル獲得に貢献した。2020年9月18日、ブラジルの市民権を獲得したことが公表された。2001年、 追加招集という形で U-20 アルゼンチン代表に選ばれ地元開催となった FIFA ワールドユース選手権では優勝メンバーとなった。この大会での活躍により一時は AC ミラン、インテルミラノ、ユベントス FC のイタリア3強やマンチェスターユナイテッド FC といった競合が獲得を打診した。2003年にはフル代表デビューも果たし2004年のコッパアメリカ。 準優勝メンバーにも名を連ねた。さらには、アテネオリンピックで金メダルを取ったチームにも彼の名前があった。2006FIFA ワールドカップでは怪我もあり満足なアピールができずメンバーから漏れてしまった。2010FIFA ワールドカップでは予選での出場はなく、前述のクラブでの乱闘騒ぎも影響してかメンバーから漏れるもののセルフィオバティスタ体制になってからはコンスタントに 招集されるようになっている。ありがとうございます。